兵庫県川辺郡の一川辺郡は兵庫県の郡。古くは川辺郡とも書いた。人口29,267人、面積90.33桂平方メートル、人口密度324人、桂平方メートル、一家の一丁を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は上記一丁のほか、大胸かきの区域にあたる。 このうち、川西市、伊丹市、高塚市、稲川町の三市一町は、阪神北部広域行政推進協議会が置かれて、お互いに行政上の交流を図っている。和道六年、一部を野せ軍として割り置け。五、和名類受賞に記される軍内の里。式内社、演技式新明帳に記される軍内の式内社。 1, 伊丹町 2, 上津村 3, 園田村 4, 小田村 5, 尼崎町 6, 立花村 7, 稲野村 8, 小浜村 9, 長尾村10、河西村 11, 田田村 12, 東谷村 13, 中谷村 14, 西谷村15.6瀬村 16, 高平村川辺郡役所。ありがとうございます。